横山高明正造、横山高明万円元年11月12日は、加賀藩年寄り、輝か横三家第11代当主。父は、加賀藩年寄横山高森。子は、横山隆起、横山高沖通称はサブローキューバ。官位は、十五位下、山城守、東東海守。文化2年6月10日。 加賀藩年どより、横山高森の子として生まれる。文化十三年、流星の死去により、家徳と三万国の治療を相続する。文政十年、金沢城代となる。同年十二月、受護した山城守に助任する。天保九年、幕府より、江戸城塞丸再建の手伝い武神を命じられ、その武行を務める。天保十一年、不審の功を幕府よりねぎらわれ。 白銀と自腹を授かる。天保14年11月、とうとう海守るに専任する。安政元年、失政朝連広白黒羽織等が失脚すると、変わって失政となり、反政を主導するが、藩内保守派と、領内商人層の代弁者と評され、相次ぐ天才や幕府への上納金などで、反財政はさらに逼迫することとなる。また、銀札増発、 おめしべえ、大量のデツマイといった政策が原因となり、安政5年には領内に打ち壊しを伴う米騒動が発生した。万、ま、延元年11月12日没。去年56。墓所は石川県金沢市の大山墓地。安政5年に着南の隆起が父に先立って没していたため、家督は着孫の隆平が相続した。ありがとうございます。